世界が終わる13日、その始まりに私は目覚めた。開演の時間です。週末を迎える宴、誰もが悟っているんですね。世界の終わりを。ああ、最後の13日だ。撤退しますか。もう遅い。何をしている。来るぞ。スノー、知っているはずだな、私が何者であるか。ああ、知ってるぞ。解放者。伝説は語る。闇を断つ先行。囚われし魂の解放者。滅びゆく世界の俺たち。魂を最後の救いへ導く。自由がよ。話しか。俺を殺しに来たんだろう。終わりだな。死神だな。俺をぶっ殺して魂を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。ダメダメ、命を大事にしなきゃ。悪魔か、あのガキ。死神の次は悪魔か。呪われているな。誰にも邪魔はさせねえ。たとえ悪魔と死神、解放者を敵に回してもだ。
数百年の歳月が私たちを変えていた。かつて共に戦った仲間スノーは享楽に浸る宮殿の主、そして私は解放者、カオスに飲まれていく大地に遣わされた神のしもべ。なあスノー、遠い昔私たちの間にはセラがいた。お前が愛した私の妹、今はもういないセラの私たちを結ぶ絆だったあの子の代わりに、私がお前の魂を長い苦しみから解き放つ。それが私の最初の使命だ。さあどうすればいい？導いてくれホープ・エストハイム。ホープだけでいいですよライトさん、今はスノーの確保が最優先です。ライトさん追ってください。閉じ込められた。表示用のシャッターが作動します。立ちはだかるなら踏み越えていく。古き呪いを解く。邪魔だ。魔物を全て倒さなければ安全とは見なされない。先行はついに舞い降りた。解放者とは
破滅の予兆か、希望の到来か。私は希望にかけたいのです。あなたが誠の解放者ならば、ここから先戦いの層が必要でしょう。戦いの準備に。スノーを確認した。誘導を頼む。了解です。急いでください。スノーが何を目指しているか見当はつくか。宮殿の奥に強い顔。カオスの源にたどり着いて、あいつが何をするかだな。カオスと戦うつもりなのか、あるいはカオスを求めているのか。本人に聞くだけですね。急ぎましょう。切り込んでやるさ。やっ、振り返る暇はない。障害物の高さを確認。先ほどスノーが大使と呼ばれていたことに気づきましたが、スノーは今この町を治める支配者なんです。スノーが大使様とはな。あいつのことだ。支配というより面倒。今のスノーは宮殿にこもり、毎晩のように宴を開いて遊びほうけているんですよ。その割に楽しんでいるようには見えなかった。あいつの瞳に見えたのは虚しさだ。スノーを見失いました。妙ですね。行き止まりなのに。仕掛けがあるのだろうな。気をつけてください。扉が開いたのか、カオスの反応が跳ね上がりました。カオスの根源は宮殿の奥にあるらしい。
お前は一体何者だ。カオスと戯れてみせるなんてただの人間とは思えないが。へえ、ちゃんとカオスが見えてるんだ。神様に作られたしもべとは違うみたいね。一つでも多くの情報が欲しい。カオスの分析を続けてくれ。僕もそうしたいんですが、すいません、カオスのことははっきりわからないんです。なんというか見えにくくて。見えにくいだと？ええ、センサーの限界でしょうね。そこにカオスがあることはわかるし、施錠されている。破れるか。力ずくでは困難でしょうね。開けないか調べてみます。少し待ってください。扉の向こうはカオスの渦か。そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。無理もない。希望を見失ったまま何百年も生きた挙句、もうすぐ世界が滅ぶんだ。普通の人間ならまともではいられないさ。スノーの心はもう壊れてしまった、そういうことですか？信じたくはないがな。まずい、発見されました。一旦撤退しましょう。ここまで来て引けるか。私だけなんだ。セラを亡くした痛みをあいつと分かち合えるのは。ええ、そうです。スノーの魂を救ってやれるのは解放者であるあなただけです。だからこそ自重してください。あなたが倒れてしまったら救えるものも救えないまま世界が終わってしまうんです。分かった。箱舟に戻してくれ。分かりました。痛みを分かち合えるだの、魂を救ってやれるだの、思い上がりもいいとこよ。たく解放者様と来たら一体何様なんだかね。私は過ちを犯した。それは取り返しのつかない過ち。私はたった一人の家族を、妹を戦いに送り出した。私は妹をセラを死なせてしまった。私は
私は自分を許せなくて、けれど自らを裁くこともできなくて、いつの日か妹の魂を救いたい、それだけを願って死にも似た眠りについた。そのまま永劫のような幾百年かが過ぎ、やがてその輝きに触れた時、私は悟った。光は形なき神の姿、この世を滑る思考の存在、神々の中の神の名こそブーニベルゼ。光は神の声だった。輝きは大きな意志となって私に告げた。私が神のしもべとなり、神に下された使命を果たせば奇跡をもって報いると。私が死なせてしまったセラを、かけがえのない妹を再び蘇らせようと。思考神ブーニベルゼの命に従い、私は人々の魂を救いへと導く者、解放者となった。ライトさんに聞いてほしい話があります。とても大切なことです。ちょっと長くなるので、その気になったら声をかけてください。